S 今日はね、大人数のコラボ動画でございます。でもですね、今日はかっぱ寿司さんに来ておりまして、前回夏の大食い大会があったんですけど、マックスさんと僕とドラゴくんが1位2位3位の優勝ということで、まあ賞金をですね合計14万円分いただきました。結構長くので、今回はですね、大食いの人が、7人で、大食いじゃない人が2人の合計9人でですね、14万円分のお寿司を食べ尽くしたいと思います。イエーイ。どうもよろしくお願いします。14万円分の商品券をかけた単独大食い大会。メンバーはこんな感じ。お会計の金額が高い方が勝利となる。開始20分までは普通に食べ、20分から10分間はネタ、皿数に縛りをつける。30分から50分までは普通に食べて、50分以降にも最後の縛りタイムが発動。縛りタイムには決まった皿数とネタが登場。時間以内に食べきれない場合、その間に食べた分の金額は合計に含めない。勝敗を左右するため出だしでも食べきりたいところ。なお、時間内に食べきった場合、通常通り好きなものを食べ始めて OK。 皆さん大丈夫？はい、はい、あっちのお皿黒？確かに。いいよ。じゃあ行きます。はい、かっぱ寿司大食い対決、よーい、スタート。いただきまーす。まあ、何もまだ来てないんですけどね。あ、これか。もう叩き？叩き。あ、ひぎ、醤油がけ。一人だけおかしいですよ。だからもうお醤油でございます。ダラコくんはこのマックさんの流れに巻き込まれただけなんで、これ時間って結構短いんですよ。意外と短い、うん、あっという間にテーブルなくなっちゃうね。うん、うん、うまい。続々と机の上が満杯です。すごい、やったー、のどみろー、大好き。わさびいる人大丈夫、すごいよ。届かないっていう。うまいよ。うん、気になるお年なんですけど、マグロ茶ですね。マジで美味しい。うん、余裕あったカキ食べる。めっちゃ美味しいよね、これ。これやばいぞ。カキめっちゃ美味しいよ。遭難して帰ってきたコーラ。遭難して帰ってきたコーラ。おい、開けていきます。ちゃんとするね。そういうもっと。じゃあ、今日あってこ、炭酸が抜けちゃう。ほんと今日、かっぱ寿司さんすごい気使ってくださって、レーンとかも埋めてくれるてるんですよ、すごく。普段このネタを、まあ、この時間ってただマジ食いすぎなんですよ。マジでないんだよね。ない。あったの全部。いや、なかったな。ないないない。あったの。失礼します。ちょっとレッスン食べる。食べる。今日はレッスン塩だったらいい。来ちゃったなぁ。しかも2皿。ちょっとね、お腹いっぱいだな。今開始してからまだ14分ぐらい。嘘でしょ。皆さん、まだ14分しか経ってませんよ。お皿タワーに埋めて。しおちゃんのチャンネル映りたい。映って。ありがとう。
頼んじゃっていいよ、どんどん、うん、皆さん、はい、はい、20分経ちましたということで、今から、縛り時間タイムでございます。ネタ縛りタイム10分間始まります。よーい、スタート。いけいけいけ。ただあれですよね、カノさん一切卵を焼きは食えないっていう。そうですね一切食べれないですね。一回いります。手を動かして、動かしてる動かしてる、食ってるもん、5皿ぐらい食ったよ、持ってった。え、早っねえ、ね、食べようか。じゃあね、ただの卵を磨かせてるやつ。頼めた、頼めたよ、これ2皿は2皿、45杯ですから、マジでこれ食べたいまで出てこないんじゃない。あの、本当その食べたいネタだけ食べるのやめた方がいいっすよ。俺はカキが食いたいんだ、カキが。あや、余裕です。回せがかり。せーの。ポテト。魔法みたいだよ。スプーン持ってた、飲む。これ一口で入る。一個だけ欲しい。一個だけ。あ、一個だ。一個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 。これ美味しいですよね。うまい。サバ寿司。めちゃくちゃうまい。肉厚でうまいよ、それ。ガンガン、これガンガン。俺これ分かったことがある。あ、うまっ。うまいでしょ。うまい。これさ、黒いのが高いよ。黒いのが高いよ。これは180円。180円、うん、で、この、 あの黒と赤とこの金の。わからない。だこれ一番高いよね。ナスすごいね。ね、これ200円だから良くない。ナス勝手にこの牛丼おじさん細くなせよ。あ、だから水飲んでるとダメなんだ。お金もかかるもん。結構おいしい。今だいたい37分経過しております。あと3分でまた切るやん。違うよ、13分です。あ、そっか。そうでしょ。分かった。いやだ、あと自由に食えるのはあと13分しかない。いいよ、逆に俺もう後半の最後のやつ俺もうガンガンいっちゃうから。あ、縛りのやつ、まあ、食いたかったらあれだけど。でもそっから時間残ったらまた取れますから。いいね。じゃあ俺後半のやつ頑張るわ。俺さっきのあれまくるわ。こっちマックさんしか動いてない。もう誰も動いてない。俺後半の縛りタイム頑張りますんで。あ、縛りあるんだ。ちなみにあと6分後に縛りタイムでございます。現在45分経過しております。僕の友達カラやばい。ゴー。あれ、待って3、2、1。縛りが一瞬寄せといてもらっていいですか。縛りが来るんで。はい、最後に食べます。はい、それでもやばい。ラストの縛りタイムが始まりました。はい、計、40皿ですね、縛りが。まずはイクラ。はい、まだ、じゃあ行きます。
縛りゲーム2回戦よーいスタート。えーよし。何？楽しさがもう遠い。うん。ね？うん。で、三貫盛り。いいね。うん、うまいよ、ステーキ、マグロステーキ。マグロ？うん。うまい、うまい、うまい。うまい。エビ三貫盛り。うわ、めっちゃキラキラしてます。エビ三貫盛り、あと一個ください。ちょっと待ってください。三貫盛りいっぱいいった。キラキラ。ただ、ただ縛りネタで三貫盛りが来るっていう。うん、重い。やばいけど、これ。お皿がすごい高いお皿だから確かに食べないと負け。すごいこれすごいあれよ。え？おっきいもん。やめてもう。じゃあ一回ステイです。はあ。はあ。すげえ。これは。日本語喋んなかった。カチカチ。あ、パフェあるんだこれ。うまい。はい、頑張れば。じゃあ一人一種類。一人9,999円。なんであと1円。勝ちチームには、まあ、約2万円ですね、の商品券がプレゼントです。じゃ今回のですね、流行る勝利チームは女性チーム。おー